皆さんこんにちは。ジュラシックアナライブインドミナス第2世代の打撃金打撃弁当をやっていきたいと思うんですが、いつものように推奨生物レベルが26から30ということになってるんですけど、はい、今回はですね、インドミナスレックス第2世代というものが、まあ、キーになってますね。でこれを作る要素であります、エコーとそして、ティラノの第2世代ですねの組み合わせでインドミナスレックス第2世代ができるんですけど、この3つが出てくるというパターンになっています。ということでまずですね、はい、エコーの場合は、まあ、このね、いわゆるこのラプトル系のものっていうのはとにかく飛びかかりがあって、まあ、結構インパクトがありつつ攻撃ダメージも減少ですね、 50% 持ってるということが厄介なわけなんですけど、ただね、体力はそんなにないのでスピードさえ勝れば怖くはないかなと思っていますね。続いてですね、ティラノサウルスなんですけど、まあこれは相変わらずパワーあるんですけど、スピード遅いので、あとはね、まあ、継続ダメージなどは効きますから、この辺は与えていけばいいのかなっていう気がしますね。で、問題はこいつです。インドミナスレックス第2世代は、まあいわゆるですね、こうクロークを打ってくるということが予測できるので恐ろしいわけなんですけど、で仮にこのクロークの後にアーマー貫通の台をですね打っていけばシールドで防げるんだけど、でも一方で確定打撃も持っているのでこれ打たれると困ると。でさらに総撃度を持っているので本当に厄介なんですよね。でこれに対してどうやって戦っていくかってことになるんですけど、はい、今回はですね、まあ万能なのはスコタトルを出していきましょうということで、継続ダメージを与えること、まあ、スピードは勝っているので問題はないんですけど、あと無効攻撃持っているのでこのインドミナスのですね場合にもね、クリアできますね。クロークにも対抗できるしということで、こちらがいい。あと即時防御持ってますから、この辺を使っていけばいいのかなって気がしてますね。で仮にこれで敗れた時には次にですね、そうですね、スコーピオスレックス、まあ、これ交代打撃でスピードを勝っていくっていう方法もありますし、継続ダメージもあるし回避もできるので、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。でこっからはもうね、何でもいいですね、ソロドロサウルスと、まあ、フォルサールぐらい入れておけば問題ないでしょうということで、はい、で今回はですね久しぶりに、はい、僕の大好きなスコタトルからスタートということでやっていきたいと思います。で何かあった時にはスコーピオスレックスに、はい、交代打撃で交代していくと、で回避をかけていくという形になりますかね。さあ順番何が出てくるかにもよるんですが、ティラノから見ますか。はい、まあ、これはもうね即時妨害じゃないや継続ダメージで、向こうはね先制持ってませんから1ターンこれ耐えられれば次のターンで、はい、これで体力が奪われてきますので、こう1倍で倒せれば理想なんだけど、ここ1回ですね即時妨害打っておくっていうのも手かなと思います。というのはですね、次のターンも頑張ってもらわなきゃいけないので、ここでですね、はい、耐えとけば体力が奪われていくのでここまで落ちれば1倍で倒せちゃいますよね。こんだけ十分しとけば次のターンで向こうが攻撃を落としとけばですね、仮にここにインドミナスレックスが来た場合に、ね、負けましたということで、こうなってきますとちょっと1倍じゃ倒しきれないので継続ダメージの先手を持っているんですけど、まあ、ここはちょっと若干足りないね、はい、まあ、継続ダメージでしょう、はい、これで向こうが1倍打ってくれば先導打ってきますか。先導打ってきましたね、うん、でもこんだけ落ちていれば問題ないでしょう。さあ問題はですね、交代のタイミングです。ここはね確実に取れるんですけど、はい、次のターンで、はい、クロークが出てくるってことをちょっとね考えなきゃいけないんですが、ただこっち先制持っているので先制を残しておけばいいのかな。使っちゃったらもうね致命的でしょ、こんだけ削れれば。ここでクロークを打たないともうどうしようもないと思うんですけど、さあクロークを打ってくるのか。クロークを打ってくることを想定してまあでも無理だよね、無理だよね、クローク打ってもさすがに511は無理だよね。ちょっと遊んでみましょうか。はい、打ってくるかどうか、打ってこないんかいって話ですね。打ってこないんかいって話です。ここで確定だけ打ってくれば賢い、賢いけど、さあここまで来たらクローク打ってくるか。
ここまで行ったら打ってこなきゃいけんでしょ。これインドミナス出してクロークを出せないんで、またカップロープ打ってくるか。このやり方はちょっとどうなのと思いますけどね。はい、ということでしょうがない衝動出番になりますけど、さあここでさすがに打ってくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうでしょう。いや、せっかくねこれ出してるのにクローク打たなかったら、レイドバットレイドじゃないや、金打撃の意味がないですよね。またこれ確定打撃打ってくるで回避なんですね。まあちょっと意味ないなと思いますけどね。はい、さすがにそろそろやりましょうか。はい、ここでクロークとか来るの、来ない、何なんだって感じですね。まあいいでしょう。はい、ということで、今回はだいぶ遊んでしまいましたが、はい、報酬見ていきましょう。あ、今回音消してたね。はい、見ていきましょう。さあ、インドミナスレックスと、はい、最後ですね、エピックが何来るかなと思っているんですが、今回コンカでか、いらないな。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。